ネフライトさんが開催したカスタムマッチに潜入中。なんとしてでもビクロイをして、ネフライトさんの配信に映り込むんだ。迷惑系 YouTuber かな？僕の名前エキスパエリーだー。チャンネル登録してくださーい。ゲームイズに所属してない芝エリと、ヨウムです。ということで今回は、ネフライトさんの建築なしカスタムマッチに参加。ネフライトさんがカスタムマッチを開催されるなんて珍しいですね。珍しいよね。だからなんとしてでも爪痕を残していこうと思います。んあれはネフライトさんだー。ロビーで会えるなんて運がいいですね。これはめっちゃ嬉しい。じゃあこっち見たー。これはもうビクロイしたと言っても過言ではないね。過言だよ。降下する場所はシーズン1の時に僕がソロ大会で固定折りにしてた場所におります。こんな場所固定折りにしてたんだ。で、釣りをして回復アイテムを集めるまでが固定ムーブです。安定した固定ムーブがあるなら初動でやられることはなさそうですね。ソロ大会で練習しててよかった。よしよしエリアも入って超順調です。回復アイテムもいい感じに集まってきましたね。敵いたの？いるならここにいますってアピールしてくれよ。そんな敵いないよ。やばい。おーおーよげー。我元水泳部ぞ。聞いてないです。やばい、ショックウェーブ蹴散ってたらやられる。助けてショックウェーブ。対空されそう。お、大丈夫そうかな？よし。やばい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 。外せ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 。今倒したら松台まで呪ってやるからな。ふう、危なかったー。敵さん松台まで呪われなくてよかったですね。これ建築なかったら風で空飛べなくない？あっ、嘘、空飛べた。っていうかゲリラ的にカスタムマッチが開催されて急いで参加したので、クソデカグライダーできちゃった。でかい、うるさい、最強コンボ。なんとかエリアに入ることができました。でも上から撃たれちゃいましたね。この最強看板があるので大丈夫です。それに交渉捨てて降りてこないはず。降りてきましたね。降りてこないでください。だが敵はドラムショットガン。その武器なら後ろに下がりながらサブマを撃っていれば勝てる。敵さんたまらずショックウェーブで逃げていきましたね。倒しに行ってもよかったけど見逃してあげましょう。敵がいなくなった瞬間強がらないでください。ふう、やっぱり建物の中が安心するなー。外は怖いから僕は引きこもるよ。NHK だ S。やばい、 NHK が家の中まで W キーしてきたよ。あっ、危なかった。命を懸けて受信料を取りに来てましたね。なんという心構え。次のエリアもここ入ってるからイモイモしよっと。イモイモ絶対に許さないマンいましたね。戦車は NG。わっ、足場壊された。誰の仕業？おら待てー。戦車は乗るのが一番安全って聞いたので乗ります。そんなことはなかったかもしれません。とりあえずガソリンを使い切って乗り捨てようと思います。最低限の嫌がらせをするのはいいと思いますよ。おらじゃあな、そんなに戦車が好きなら、タッチバトル戦車 3D でもやってな。出た、 3DS で遊べる500円の神ゲー。別にこれの続編でもいいぞ。そんな話をして。ネフライトさんグッズ紹介。っていうことで僕が今までに購入したネフライトさんグッズを紹介していきます。なんだこのコーナー。まずはネフライトさんステッカー。家中にこのステッカーを貼りたいですね。次はネフライトさんキーホルダー。バッグなどに12345個ほど付けたいですね。どんだけでかいバッグなんだよ。次は新立ちへのネフライトさんアクリルスタンド。この新立ちへいいですよね。次はネフライトさんスマホケース。なんとこのケース実際のネフライトが付いているぞ。そしてゲームイズ所属のプロゲーマーさんたちのアクリルスタンド。そして、ネフライトさん T シャツ。皆さんもこの T シャツを着て、グルーブジャムを踊りましょう。何してるんですか？旧ネフライトさんアクリルスタンドとステッカー。懐かしいですね。そして最後に、旧ネフライトさん T シャツ。この T シャツは5月限定でしかも GWS に加入してないと購入できなかった T シャツですね。激レアですね。加工です。は、ネフライトさんと同じマッチだ。参加者が多すぎてネフライトさんと同じマッチになるのだけで激ムズです。爆速カスタムキー入力が必要となってきますね。
さっきの試合の反省点としては、ツルハシとグライダーが悪かったっていうことで、ネフライトさんが普段愛用しているツルハシとグライダーにしてきました。形から入るタイプかな？いい感じの位置が取れました。敵がこの位置を取ろうとしているので AR で追い払います。これは撃たれた側は逃げるしかないですね。逃げてください。さらに別敵がいたので AR で攻撃していきます。建築がないと敵さんの位置をコントロールできるので、うまいこと移動させて次の移動スムーズに行きたいですね。そうだね。いい感じに移動できました。そして敵さんが物資という落とし穴にはまりましたね。これは敵さん相当びっくりしてそう。おっこの敵さんいいもの結構持ってるじゃん。やばいやばい、ダッシュで物陰に隠れなきゃ。危なかったですね。うわぁ、さっき攻撃してきた敵さんと釣ってきたよ。ダッシュで勢いよく飛び出て不意打ちじゃい。コンバットサブマツンよ。サブマなのにヘッショ46ダメ出てましたよ。バケモン性能してますね。あの敵さん撃つか迷うなぁ。エリアまだ入ってないので撃たなくていいんじゃないかな。撃つのか、撃たないのか、どっちなんだい。中山きんにくんさんですか？そういえばこの前きんにくんさんのラインスタンプ買いました。そうか。そんな話をしていたら別敵が来てやり合い始めましたね。本当だ。今のうちに次のエリアに向かおっと。オッケー、無事にエリアに着きました。そして誰かがこっちに近づいてる音がしますね。ナイスサウンドエフェクト。我コンバットサブマやぞ。知ってます。さあ出てきな。オッケー。コンバットサブマの性能バグりすぎですね。これは、ナーフされそう。いつの間にか C4 持っていたので爆撃します。このタワー。スイッチオン。オスめっちゃいいダメージ入りました。オラーショックウェーブ使っても対空するぞ。なお対空は当たらない模様。なら走って追いかけます。激動なのは知ってるぞ。悪いねー。物資めちゃくちゃ強いから本当にビクロイできそう。あ、嘘。どやー。ショックウェーブで自分じゃなくて敵を飛ばすことによって自分は有利ポジを維持する高 IQ プレイが出てしまいました。高 IQ プレイが出てしまいました。高 IQ プレイが出てしまいました。高 IQ プレイが何回言うんだよ。うまいこと決まって嬉しい気持ちになりました。よかったでちゅね。よかったでちゅ。おーおー、ハイブラハイブラハイブラー。今のうちにハイブラを取ります。これが建築なしでのハイブラ。あってもこの高さだとよじ登りで上がってきそう。なのでもっと高い場所に行きます。もっと高い場所？木の上。ちょっと高くなった。これが木の上ハイブラムーブなのか。これが今海外で流行っているムーブです。絶対に流行ってないでしょ。敵さん発見。いつの間にか残り人数3人ですよ。やっぱり建築がないから人の減りも早いですね。ていうか建築なしでの海アンチって、控えめに言ってクソだと思います。あの敵さん隠れる場所なくてショックウェーブで飛びまくってますね。逆の立場だったら FX さんにお問い合わせのメール300通ぐらい送信してそう。クソ迷惑。そして最後の敵さんも地獄の海アンチに飛ばして、あとは上から攻撃してれば勝ちですね。ビークロー、よかったらチャンネル登録、ツイッターのフォロー、よろしく、お願いします。GT。こういう感じで終わらせるのね。